に僕の始めた時期とかもうちょっと前後ぐらいなんかは不遇の時代と言われて、キックボクシング不遇の時代、その氷河期を生き抜いた2人のキックボクサー。キックの赤いバラ、元新日本キックフェザー級王者、小野寺力。確かに僕の現役の時は立島敦さんというものすごいカリスマがいて、その人を超えたいという夢はもちろんあったんですけど、キックのカリスマ、元全日本キックフェザー級王者、立島敦。当時は僕もまだ若かったんで、やれば勝てるっていうふうには思ってましたけど、両者は同じ時代に生きながらも交わることはなかった。あれから20年近くが過ぎようとしている。小野寺力は引退した。現在は格闘技番組のキャスターを務めながら後進を育てている。その一番弟子、田中秀也。今のところまだ持ってるものは出てない、ね、師匠譲りの華麗なスタイルで活躍する未完の大器。肘、膝を得意とするスタイルは WPMF ルールにフィットする。テクニックで戻して肘で切れればいいかな。どんな結果があれ面白いんじゃないですか。立島敦の一番弟子、藤倉優作。高谷博之を輩出した格闘結社田中塾で総合格闘技を学んだ後、立島敦に師事。もう今は完全にキックボクサーなんで、また違う見方ができると思うんですけれども。キックボクサーっていうのは肘膝いや、そういうことじゃないですね。いろんな意味で、はい、もちろん練習から試合もやっぱり敵は自分の中にいると思ってるんで、やっぱ自分に負けないように。現役を続ける師匠とともに今日も自分との戦いが続く。藤倉は僕の宝物なんで、そういうのよりは一緒にこう動かし合いするわけじゃないですからね。青春をかけてやってきたキックフィジクラはやるんで、どうしても盛り上げていきたいんで、フィジクラもこう後ろからですけどね、そのフィジクラとその相手の田中選手ですか、そのキック盛り上げたことを考えて選手も強くしてやっていますんで、見てほしいですよね、うん、今はキック不遇の時代じゃない。これから始まるキックムエタイ黄金の時代は彼らが今日戦う男たちが作る。